皆さん、こんにちは。ミーダサミです。メリークリスマスクリスマスおめでとう今日はクリスマスについて話していきたいと思います。じゃあ、ここで質問。クリスマスは何の日でしょうかクリスマスは前、小さい子供たちにクリスマスは何の日だと思うっていう質問をしたら、ある女の子が手を挙げて、はいって言ってこう答えました。クリスマスマは 良い子のみんなにサンタクロースがプレゼントをあげる日って言ってたんですよね。実はクリスマスはサンタがみんなにプレゼントをあげる日ではありません。今日はクリスマスのもともとの意味について話していきたいと思います。実はクリスマスはイエス・キリストの誕生を祝う日です。で 1> こ1つだけ伝えておきたいのが実は12月25日がイエス・キートが生まれた日ではありませんだいたい10月頃って言われていますえー、っと今日はイエス・キートが何で生まれたのかなぜ地上に生まれたのか何で人となってきたのか神であるイエス・キートが何で人となってきて何で私たちとその人間の間におられたのかそれについて話していきます神様は 実は私たちと昔はすごい良い関係を持っていました本当に本当に愛して愛される素晴らしい関係を持っていましただけど罪が入ってしまったために天のお父さん神である方と一緒にいることができなくなってしまいましたでも神様は私たちと一緒にいたい私たちと関わりを持ちたいそういう願いがあったのである一つの方法を取りましたもう世界中 を見渡しても完璧な人はいななかったんですよねで完璧な人が身代わりになって私たちの全ての罪を負ってくれてやっと神様との関係が回復されるそういうはずだったんですけど人人も正しい人はいはなかったんですそこで何をしたのかというと神様はイエス・キリストは自分が人,人となりました。 正しい人はいなかった。だから神が人となってくれたんです。そしてただボンってやってきたんじゃなくて赤ちゃんとしてやって,くやってきてくれました。で普通神様がもし地上に来るならもうすごい立派な家に生まれるべきですよね。なんか普通そう考えて神だからその地球の中で一番豊かな場所を一番 お金を持っている場所はそこに生ま,れ生まれるべきだと思うんだけど神様は馬馬小小屋屋でで生ままれれたたんです馬小屋の貝羽桶に寝ておられましたでそれですごいびっくりすることが神様が自分の身を本当に低くして私た,ちと私たちと一緒にいるために自分をそこまで低くしてくれたのかと思うと本当に感謝の気持ちになります。 イエス・キリストはなんで地上に来て赤ちゃんとして生まれてそして来たのかというと私たちの身代わりになるためでした自分が死んで自分がその罪を負ってその呪いを負ってその傷を負ってその病気を負って私たちが苦しまないように私たちが神様とまた関わりを持つことができるように来てくれましたでクリスマスはそれを祝う日です 今日みんなに読みたいことがあるんだけどえっと今日リビングライフっていうあの自分で神様と時間をと取るためのなん,かなんていうのかな 雑誌みたいな簡単に言うと雑誌みたいな感じなんだけどなんかワークブックみたいな感じかな雑誌じゃないねワークブックリビングライフって言ってすごいめっちゃいい本ですただちょっと高いかな定価650円でもすごいいいので毎日この日はこれを読んでみたいな形で聖書の言葉を読んだりしてでその後そのそれを読ん でよくわかんないけど解説とか書いてあったりなんかちょっと実際やった話とか書いてあったりしてすごい読みやすいし本当に自分もう神様との関係始めたばっかりの人でもこれから始める人でもん始めたばっかりの人でも前から神様との関係を持ってた人でもすごい役に立つ本なのでもし欲しかったら多分下の方に書いておくのでぜひ見てみてくださいえー、っとこれでめっちゃ感動した話があったんだよねどこ行ったかな あった、えっと、これはその物語っていうか実際にあった話とかを書いてあるやつなんだけど読みますとニューヨーク・デイリー・ニュースに感動的な記事が載りました17歳のマイク・ブッキャナンっていう少年に関する記事です彼の母は家出をし父親は深刻なアルコール依存者で 毎日のように暴力を振るっていました少年は長い間恐れと絶望の中で生きジェラの命を絶つためにアルビールの屋上に登りましたで人々は青年を説得しようと必死でしたその時に一人の紳士が少年を元にそっと近づき手を伸ばして私のもとに来なさい私があなたの父になると言い続けました少年はついにその紳士の手を取り一緒に降りてきました その,ちその紳士ウィリアム・フォックスはその言葉通りすべての手,手続きを済ませてその少年マイク・ブキャナンのお父さんとなり今も仲良く一緒に暮らしているそうですと書いてありましたでそれを読んだ時に本当に私たちが必要なのはかっこいい言葉とか自分を説得される言葉とかそういう自分の心をちょっと,なちょっとの間しか慰め,慰めたり 喜ばさするものではなくて私たちに必要なのは父父ささんんでですす良いお父さんです私たちを愛してくれる私たちを引き取ってくれる私たちを本当に必要なもので満たしてくれるそういうお父さんが必要ですで今日あなたに伝えたいのはあなたを説得することでもなくお父さんを紹介したいと思います天のお父さんを皆さんに紹介したいと思います本当の意味で自自分分をを愛してくれる自分を 励ましてくれる自分に必要なものを与えてくれるそして全部受け入れてくれるそういうお父さんを皆さんに紹介したいと思いますそのお父さんと一緒にいるためにイエス・キリストは人となって地上に来てくれました今日はその本当のクリスマスの意味を話したんだけどそういう話です私たちが神様に出会えるように私たちがお父さんとの関係を 天ののお父さん、神様との関係をもちろん地上にいるお父さんも関係が回復したらすごいいいことだけど神様は私たちの本当のお父さんである天の父神様との関係を回復できるようにイエス・キリストを使わせてくれましたそのために赤ちゃんとして生まれてくれたのです なのでそれがクリスマスの本当の意味です。本当にクリスマスは何の日だっていうのを本当に知ってもらった上で、えー、祝っていただきたいと思います。そしてあのそうだせっかくなら12月24日って日曜日なんだけどこの日ってほとんどの教会みんな。 多分みんなやってると思うほとんどの教会がまたほとんどって言っちゃった <laughs> 全部の教会がもうクリスマスを祝ってると思いますなんかパーティーしてるかもしれないし美味しい食べ物があるかもしれないし、まあ、うちの教会ではなんかピニャートってやるんだけどなんか見せてあげようかこれ この中にああいてんだけどこの中にお菓子とかプレゼントとかいろいろ入れてそしてそれをみんなで叩いて割るんだよね叩いて割って中に出てきたものが自分のものになるみたいな感じですごい楽しいパーティーやりますあと美味しいもの出るしデザートも出るしうちもなんか作るしそしてすごい楽しい感じになると思うのでうちの教会でももし札幌に住んでたら来てもいいしあとえっ、ー、と 札幌に住んでなくても他の県にいたとしても自分の近くに教会が必ずあると思うのでその教会にぜひ行ってくださいクリスマスは一年で一番行きやすい日ですもうクリスマスこそ教会行こうみたいなもうクリスマスは教会でお祝いしましょうみたいな感じでえ行ったらいいと思いますで全然なんか知り合いなくても大丈夫だからもう行って 楽しんでもらっていいしんで来たのとかって言われないと思うし言われてもクリスマスだからって言えばいいしクリスマスはやっぱり教会で過ごすのがすごいいいと思うから是非行ってくださいそしてもし自分の近くにある教会が分かんなくて紹介してほしいって人がいたら下のうちの メール送ってくれたら紹介することができるかもしれません。なので、ぜひ書いてください。あと、うんともしコメントとかいろいろあったら、ぜひ書いてください。あと、登録しなかったら、ぜひ登録してください。じゃあ、次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。